3000人以上。はい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 。すごい、皆さん見てください、これ C っていうこの、あの電子機器とかそういうのの安全認証、うん、要はこの、そのこの電子機器が安全ですよっていうのは検査で認められた後に貼られるし、が販売されるバイオアセルフで貼ってください。じゃあこれ貼ったらやったとかなるのかな、うん、安全認証しましたよってことになるの。そうです、はい、なんで今日はここで中国の適当な、なんかわかんないハッカーのリスクある携帯とかもこのシールと、あとここの合格証を貼ることによって、もうはい、安心と認められていると証明されたと。ダメだろこれ。ダメだろこれ。素晴らしい。この情報流しちゃダメだろこれ。いろんなシールがあるけど、一番すごいの C だね。C ね。しかもこれ C ってパクられたり真似されるとまずいから、ホログラムになってるのね、うん。これホログラムなの、しっかり。ホログラムを真似し。偽装されないようなホログラムなの。ホログラムになってる。パクラなのかすごい気になってる。ちょっと聞いてみます。あの別にあのそうなんだよね。まあ悪用とかするわけじゃないから、ちょっとあの買うわけじゃないんだけど、値段気になるから、とりあえずちょっと値段だけちょっと。1枚1元で、これで2枚2元、1枚160円で2枚で320円ということで、ただいま、EU 諸国連合 C 協会様より、シールを取得いたしましたということで、まあ、剥がれた時とかね、うん、あの機器からこのシール剥がれちゃった時に、あ、この機械大丈夫なのってなったりとか、そういう時にね、その貼り直すっていう作業にこれ使うといいとなと思いますね。はい、じゃあ中古とかで剥がれちゃったりとか、ね、そうしょうがないな、貼り直しはね、そういうね、する必要があると思う。